ちは。こちらだ。なんだ。何？これ。何？何？こちら。何？何？こちら。はい。救急法の体験だ。救急法の体験。うん。海上自衛隊ではあるでありますか？海上自衛隊にはね、ない。そんなことない。あるある。ある。あるあると思うけど、まあそんなに数多くは訓練しなかったかな。うん、船の中にはなんか救護室みたいなありますありますね。そこに行く、うん、で船 の飛行甲板とかでそういった救急法 の訓練みたいなのありましたけどね。あ、なるほど、はい、本日は電子場にご来園いただきありがとうございます。いやいや、とんでもないです。よし、それでは行きましょう。それでは早速ね、行ってみましょう。お願いいたします。こちらです。今日はね、自転車や運動機器材具などの運ぶ、運ぶ、肩負担が的なもので体験できるということで。なるほど、これで運ばれます。安全でお願いいたします。ちょっと待ってください。まず作りましょう。まず作る、まず作る、すぐベッドインしたくなる。新婚目すぐセントに入らんとするからね、私は。さあせこれは所定の喫煙場所でお願いいたします。棒を使う、まずは棒を使う方法で行きましょうか。はい、はい、使用範囲のペットの床に立ち入りは禁止しております。あ、これダーン、あ、帰省紙めっちゃ汚れましたね。帰省紙訓練はさせない。ああ、やってるやってる。帰省紙むっちゃ汚れたらここで取りますよ。そうです、網トンのカートリッジみたいな。やるやつやるやつ。夫婦みたいな。そのままは守っていただきます。緑色のままこれすぐ用意できる。緑の餌やりは、例えば餌を与えるまで待機してしまうので、ご容赦ください。なんか棒があったら、お手持ちの荷物はお客様自身に注意し、管理していただくようにお願いします。人が乗る感覚および二重に重なったところに、電子場が安全に開放されるためのため、ここでちょっと厚みを持たせるわけですね。お来園者様、皆様方の圧力をお願いいたします。結構大きいです。もう終わり。あなたも電子場でこのことですお許しください。これはここに人が乗ると毛布の摩擦を利用して、うん、落ちないように。あ、この毛布が引っかかり合って摩擦で、そうです、ずれない、ずれないように。どうですか。じゃあ高松さん、ちょうど今暑くて具合悪いです。調子悪い。今横になりたくて仕方がない。とにかく横になりたい、ね、今。じゃあちょっと、じゃあ私がちょっと要求誤射ということで、はい、寝かせていただきます、ね、大丈夫ですか。はい、こうなっちゃう。もう YouTube なんか嫌だ。4人で箱を捨てたい。はい、行きますね。はい、どうぞ。あ、はい、はい、じゃあタイミングは1、2、3で上げます。1、2、3、よいしょ。やばい、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 やばい。すいません。今ちょっとやばかった。すごい、ほら、摩擦が、まあ、すごい効いてる。え、それ押さえてるからじゃないんですか。ほんまや。うわ、すごい。ほら、どのくらい強いか、ちょっとほらフライパンのように。フライパン、一体返したようにね。フライパンのように言えばいいですけど、信用はしてます。信用はしてるけど、やばしてるけど、ちょっと待って、ちょっと要求誤射やんだよ。要求誤射、要求誤射、要求誤射。あんななる。いろんなね、1、2の、あらららららら、ほら、どうですか。でも本当に安定感すごい。ね、本当にパターンパターンやったらですか。滑り落ちる感ない。ね、これが今なんとおいくらで。今から30分間オペレーターを増やして電話待ってます。使えるところだけ使って、ね、使いやすいところだけ使って、まあ、緑毛布の力は出ましたから。すごい、ね、いや本当にすごい、うん、自衛隊何でも使いますから緑毛布。だって今女性2人でね、はい、男性2人と女性2人で全然安定感あって。トモさん何キロですか今。僕としてはね、74キロぐらい。74キロぐらい、はい、なんで私出てきたんですか。必要ないでしょ。いや、あの上奥川山荘までは軽いんですけど、はい、軽いです。ピーちゃんが重い。ピーちゃん100キロある。恐ろしい。これあるんですよ。そんな首ひしゃげてますよ私。これ下ろしたらチッピーちゃんすんげー早く動ける。そんなことないです。ついにチッピーちゃんがインコを取った。僕が本気になるとコーラとかじゃないですよ。メシメシとか言ってる地面がね。ドラゴンボールじゃあ重いやつじゃないよ。昭和世代使えるところだけ使ってください。続いて今度毛布しかありませんよ。いや、これは毛布しかない。これはもっと待ってください。毛布がないんだ。毛布がないんで、どうしようもない。これはどうします。これはやばいです。
向きを変えて、もう急に雑になりましたね。2回目だから全部ってたの、私ですか、うん、いやポイの病が、脇腹なんだ、脇腹が、ポイの病って脇腹に行くんだね。じゃあ助けましょう、助けましょう、はい、お願いします。何人で持つ感じになるんでしょう。これはですね、まあ、大体4人から6人できます。で、ここからオーブの端をこう、なんだ、人に向けてくる、何するつもりですか。あ、狭まってきてる。これでちょっと単価っぽくなるんじゃないですかね。4人の場合であれば真ん中に気を持って、はい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 、これでタイミングを合わせてください。1、2、3、おー、これで移動します。はい、1、2、3、そのままコインに投げ捨てないでください。じゃあまた戻ります。はい、1、2、3、これあれですね、はい、タイミングで変わるします。さほどこう1人にかかる負担というのはそんなに大きなものじゃないですか。ないですね。まあ、女性だから軽いっていうのもありますけど、女性の方も持ってますよね。はい、女性の方でもね、そんなに持ち手を作るってことですね。持ち手を作る、なるほど、はい。じゃあ続いてはこの毛布も何もない場合ってことですね。ない場合、もうちょっと近しかない場合は、もうちょっと近しまだある。ない場合は担いで、なるほど、はい、毛布があっても人手が足らない。人手が足らない、これはあるでしょう。あ、それはそれはだっていつも人が大勢に行くわけじゃないです。はい、はいはい、じゃあどうするか、どうするの、倒れろ、あらーい、うわどうした、大丈夫、大丈夫、何のやばい、何のやばい、何のやばい、あのお父さんとお母さんに会いたい、うん、会いたいよ。そうか、手紙かけや。四国か、四国に、四国に、はい、よろしい、よろしい、そう、これはじゃあ人数をさっき減らしたことで、いや、もう一人でいいです。一人道路上でちゃんと見たから、うん、急に動かさなくて、なるほど、ちょっとこの今現実上の位置からはどっかに動かしたい。そうです、はい、そういった場合はどのようにするか、うん、ちょっとコロンと半身に貸しておいて、うん、こう動かして、下からですね、はいはいはい、その後どうするか、はい、ここに道路上寝るわけいるもんね。そんなわけいます。おー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 、なるほど、こんな感じで動かして、なるほど、なるほど、やりました。これロッカーの運び方と一緒です。その通り、その通り、あれが引っ越しの、引っ越しと、はい、居室の、引っ越し屋さんも使ってる、この、あの、高本さんのロッカーやとした、事務室から、僕にはわかんない、ごめん、事務室から、事務室でロッカー、新しいの来た後、はい、その僕の知らない陸地の世界、僕の知らないそのロッカーを動かす、高本くん、うちのね、事務所ね、あの、新しいロッカー来たから、はい、今度入れ替えるよ、入れ替えます、ちょっと入れ替える、浮かばねえな、俺、怪獣の僕には浮かばねえ、小野寺くんあげるよ、そのロッカーを、僕ロッカー、このロッカー、いくよ、確かめよ、確かめよ、1、2とこう倒してね、あ、これロッカー倒れる、倒れる、あ、どうぞ、ロッカー倒れる、ロッカーよし、はい、ロッカーよし、はい、じゃあ事務所まで、はい、せーの、1、2、1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 
の気合いしたセイトン状況横よし OK ですねどないしてくれんねん使うんやろなこ この動画ここまでの尺使うんやろな本当にバッチリ使ってやお前家帰って編集するときすぐ切るやろここしないです一番大事ですうちはねドキュメンタリーなんでほとんどカットしませんよ本当に本当そのまま行くよ使ってくれる使いますこれこれ放棄はこれはよくある人力放棄をうん、ああ、ロッカーの中に用入ってるやつ、はい、で、子供であれば1本で子供代表であれば2本束ねてあ、これと同じ同じ今日さっき同じバスを使えよあるものを使えよ畳んで、そこだったこれ今、呼び水で使ってますからねせーの使ってくれるやろな、これどうすんだこれどうすんねんこれ絶対使います大丈夫絶対今面白いんやろなこれはいこれ面白いです面白くなってきた今のこのくっつけたタイミングだけはどっちが持つっていうこの指先のうんどっち持つっていうのを読ませないほんと間違いないなんだってじゃあありがとうございますありがとうございました。ありがとうございます。皆さんも応急タンガを作る際は身近にあるものを利用して作ってみてね最後までご視聴ありがとうございましたなんの拍手チッピーちゃんズの LINE スタンプ販売中チャンネル登録よろしくね
よろしく。